そうだ、キリュウ。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ。それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ。シンジか、お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何。今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。
待て。あ、兄貴。桐生さん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたけ打てよ。シンジは打てて俺は打てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。兄貴、すみません。最後まで。シンジ、風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった、アケミだ。だ、兄貴、これを。シンジ、お前。シンジ。シンジー！